確かにやべえな。綿棒を突っ込むの。なあ、翔吾。それやめた方がいいかも。え、なんで？飯食ってるときいつも耳かきしてるけど、みんなから汚いって言われてるぞ。ああ、そっか。そんな風にみんなに見られていたとは。こうなると、人前でできない。やっ